ロシア軍が先に使用したとされるクラスター砲弾がウクライナにも到着したみたいだね。ロシア国内では敗戦ムードが流れ始めているらしいが、その結末はどうなるんだろうな。そうだね。さて今回はウクライナ軍がマリンカでやったクラスター弾攻撃を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年7月20日のアメリカのワシントンポスト紙において、ウクライナ軍の反転攻勢作戦の大きな障害となっているロシア軍の強固な防御陣地を無力化するために、ウクライナ軍はザポリージャ州などの南東地域においてアメリカから提供されたクラスター砲弾の使用を開始したと報じたよ。その中でウクライナ当局者はあくまでもロシア軍の塹壕を破壊するために使ったものであるが、この先、東部バフムート周辺でも使用される見通しであると主張したようだね。ウクライナ陸軍のタルナフスキー准将が先月の13日時点ではまだクラスター砲弾を受け取ったばかりで使用していないが、戦況を根本的に変えることができると語っていたほか、シルスキー陸軍司令官も、アメリカから供与されたクラスター砲弾は数日以内に使用できるだろうと言及していたんだ。また、アメリカ国家安全保障会議 NSC のカービー戦略広報調整官が7月20日の記者会見で、ウクライナ軍がクラスター砲弾の使用を開始したと明らかにしており、軍事関連ブログなどではドネツク市の西にあるマリンカ付近の戦線で、アメリカから供与されたクラスター砲弾が使用された視覚的な証拠があると記されているぜ。さらにカービー戦略広報調整官は、ウクライナ軍からクラスター砲弾を使用したとの報告があったことを明らかにした上で、ウクライナ軍は非常に効果的、かつ適切にクラスター砲弾を使用していると説明したな。ウクライナ政府は都市部に対するクラスター砲撃はしないとして、民間人への被害リスクを最小限にすることをアメリカ政府に対して誓約文書化はしているね。クラスター弾とは収束爆弾とも呼ばれており、収納容器となる大型の弾体の中に数百個の子弾が入れられている親子弾のことを指し、目標付近で親弾体から広い範囲に子弾が散布されて、その範囲内において無差別に物を破壊しつつ人間も同時に殺傷するものなんだ。子弾とは小型の爆発物のことを指し、それ一つで鉄筋コンクリート製のビルや統治家のような強固な建造物に対する破壊力は低いものの、一度の使用で広範囲に子弾を散布できるため、単弾頭の爆弾や砲弾で攻撃するよりも広い範囲に被害を与えることが期待され、面を制圧する際にとても有用な兵器ってわけ。一部のマスコミや軍事専門家などの間で、クラスター弾は遮蔽物のない快活した地域において兵士を殺傷するくらいしか使いようがないので、ウクライナ軍の反転攻勢のサポートにはならないのではないか?とする意見が出ているが、それはクラスター弾への理解が足りないと思う。クラスター弾の子弾と一重に言っても様々な種類の弾頭があり、例えば、攻撃対象が歩兵や軽車両の場合は小型爆弾の他に対人地雷押し弾として搭載するタイプがあるからな。他にも装甲戦闘車などを攻撃対象として開発されたものもあり、米軍には対人対装甲車両用の小弾が202発搭載されている CBU-87B や、戦車より厚い装甲を持つ車両を攻撃目標とする対装甲用小弾が10発搭載されている CBU-97B、対装甲用成形策略小弾が247発搭載されている CBU-59 ロックアイになどもあるぜ。最後の対装甲用成形策略小弾とは、戦車の装甲が薄い車両上面に破壊効果を発揮するために適切な角度で接触して起爆するように、リボン小型パラシュート羽などが取り付けられており、目標に対して弾頭を垂直に保ちながら落下するよう設計されているな。このようにクラスター弾は、対人兵器としてのものだけでなく装甲車両への攻撃や、使い方によっては塹壕に潜む兵士を陣地ごと破壊して殺傷できるものもあり、通常の爆弾や砲弾などと比べて重量に対する制圧面積が広いことからも、総合的に費用対効果が優れていて、かつ地上部隊に対して短時間で面的制圧を実施するにはとても有効な兵器だね。しかし、対戦車用の成形策略弾型などは、
指向性が強い小弾で弾頭部が下を向くよう小型パラシュートなどで落下姿勢を維持すると説明したが、これが原因で落下速度が弱まって接触しても信管に十分な衝撃が加わらずに不発弾となってしまう場合や、あるいはパラシュートの紐が木や建物に引っかかって不発となる場合もあり、対装甲車両地雷や対人地雷の場合は爆発するまで生き続けるため、戦闘後も民間人を殺傷する兵器として非難されるんだ。小弾の種類や性質運用状況によっても不発弾の発生率は 40% 近くにまで達することがあり、今回ロシア軍が使用したクラスター弾の不発率は 30% から 40% にも上るとされた一方で、ウクライナ軍が使用した旧ソ連製クラスター弾の不発小弾もウクライナ国土に多く残されているだろうと考えられているよ。そして、アメリカがウクライナに提供したクラスター弾の小弾の不発率は 2.35% 以下に抑えられているらしいが、それでもウクライナ軍がたくさんのクラスター弾を発射することで、不発小弾がロシア国土にも残されるに違いないよね。戦後も民間人に危害を加える可能性が高いクラスター弾に対して、2006年にベルギーがクラスター爆弾を禁止する法を制定すると、2007年にはクラスター爆弾禁止に関する国際会議がノルウェーの呼びかけによって首都オスロで開催され、49カ国が参加したこの会議では、参加した46カ国により2008年中に、クラスター爆弾の使用製造移動備蓄の禁止条約を実現させることを目的としたオスロ宣言が採択され、2008年12月にクラスター爆弾禁止条約通称オスロ条約が発効して、現在までに日本を含む100カ国以上が批准しているぜ。当然ながらロシアもウクライナもオスロ条約に批准しておらず、ウクライナにクラスター弾を提供したアメリカもオスロ条約を批准していないな。ウクライナ軍は現在ロシア軍が構築した塹壕などによる強固な防御線によって進軍が遅れている南部戦線だけでなく、昨年から激戦が続くバフムート近郊やロシア軍が攻勢に出ているルハンシク州の戦線などでもクラスター弾を使用していくようだね。その戦線の一つであるバフムートに関して、イギリの BBC 放送がシルスキー陸軍司令官とのインタビューを放送し、彼のバフムート奪還への考えが明らかとなったよ。まずはじめにシルスキー司令官は、バフムートの戦いで我々は多くの同志や兵士を失い、町の奪還は名誉の問題である。バフムートは廃墟になってしまったが、我々は取り戻さなければならないという決意を語っていたよ。この発言に対してインタビュアーが、西側諸国の軍事専門家の間でバフムートの戦略的重要性が低いと指摘していることを伝えると、同司令官は私はバフムートが戦略的に重要ではないという主張に同意できない。バフムートはドネツク州各都市の道路網状の要衝であり、周囲の高地とともにロシア軍を食い止めるのに、重要な役割を果たしていると述べ、逆にその地をロシア軍に完全に明け渡した場合、その次の攻勢につながる恐れがあると指摘したな。そして、現在もバフムートを固守するロシア軍が半包囲状態となっているため同地の奪還を急ぎつつ、ドネツク州南部やザポリージャ州にロシア軍が新たな戦力を投入できないよう引きつけて消耗させるという、これまでの戦略をさらに継続させる狙いがあるのではないかとの見方もあり、どちらにしても完全にイギリスやアメリカの戦争長期化作戦の思惑通りとなっていると言っても過言ではないだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。